皆さんこんこにちはレックス専任講師の友次ですさて今回はですねこちらですはい2023年合格目標のお盆特訓のまあ簡単に言えば宣伝動画というものになってまいりますとさあ、えー、こちらなんですけれどもお盆特訓達研、ま、試験前半超速確認というふうに書いてありますけども、まあ、こちらは毎年ね、えー、やっている講座でございます はい、えー、どういう講座なんですかって話なんですけれどももうとにかく1日ひたすすら問題を解くというそういうううそ講座になっておりますでですねまあ、こちらに、まあ、テキストがですね、えー、あるわけですけれどもはいでこちらのテキストまあ、中身見るとですねはいまあ、これが最初のページですけれどもはいもうとにかくとにかくもうページめくっても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 。 一問一答が続いていくというですね,ねもうとにかく一問一答もう三百五十問ぐらいになりますかねはいそのぐらいをもうとにかく一日で解いていこうというですねそういう企画になっておりますでなんでそんなことをするのかっていうお話なんですけれどもまずですね皆さんこれから直前期というものに入っていきますとで、直前期に入る前にやらなければいけないことは何かというと自分がどこの分野はある程度でき していてどこの分野が苦手なのかそこをしっかりと識別することなんですねで実はですねこれ自分が思っている得意苦手と実際の得意苦手ってずれていることがあるんです本人的にはいやこの分野きついと思ったんだけどあれ問題解くと意外とできてるなとかですね逆に あれできてると思ったら問題解いたら全然できてないうわここ苦手だったんだっていうこういう本人の意識とのズレっていうのが出てくるんです。だもんですので必ずこうある時期に まあ健康診断じゃないですけれどもそうねえー、全体を通してどの分野がちゃんとできていてどの分野ができていないのかっていうその分析ってのが必要になるんですねで一番いいのはもう一問一答をバーンと買ってきてですね、えー、とにかくひたすら全問解く、えー、これがもう、うん、ベストといえばベストなんですけどもさあそれをねえー、ご自身でできますかということになるわけですよね。えー、まあもちろんねねご自身でででココココツ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 できるっっっててていうう方はです、ね、そやや まあなかなかねこのお盆休みなかなか一人で勉強してるとサボってしまうとかですね、うん、結構いらっしゃるわけですよ。ということになりますのでじゃあねみんなで一緒にやりましょうとはいねまあ、この350問ほんとに、えーね、必要最小限のものを、えー、入れました。 なのでまあ、結構言われるんですけどもあのいや先生このお盆特訓のこのテキストを完璧にすれば卓研試験受かりますかねって言われるとあの無理ですはい、えー、それは無理ですなん、えー、でかって言ったらば足りません、えー、もう本当に足らないですそれは足りないです、えー、ですけれども逆に言えばここの問題を間違えるようだとちょっと 合格厳しいいいいぞととうういうそ問題だだけを集めててると思ってくださいなのでもう当日参加される方はですね今日は満点取るつもりできたぞっていうぐらいの気持ちでまあんでほしいそういう問題が入ってますでもだからこそそこで間違えたイコール苦手分野だっていうふうに言えるわけですよね。ですのでもうてあります本当に、えーねまあ、基本問題全分野かけてバッとやっていく。 でそして自分の得意、苦手っていうものをしっかりと見極めていくそのためにね、えー、1人じゃできないよっていう方のためにはいこちらですね8月14日月曜日、えーね、朝の9時半から夕方の5時50分まで新宿、エルタワー本校みんな集まってやりましょうということになるわけです。そして いや新宿遠いしとかね、えーいや、8月の14日とかね、えー、暇じゃない、空いてないしっていう方のために、実は、ズームクラスも設けてあります。こちらがですね、8月20日の日曜日、同じ時間帯ですね。でこちら、あの内容は同じになります。内容は同じです。ね、ですので、えー、こっちに出てもいいし、こっちに出てもいいし。 っていう話です。な新宿遠いよとかね、えー、いやもうねなかなかこうこの日に休めないよっていう方はこちらでやっていただいても全然問題ないです。同じ内容ですからね。でもちろんはいこれあの実は通学クラスを選ぶと。 通学にズームも受けられるってことはそうです。実は同じものを2回受けられるんですね。はい。ということは、もし通学もこっちの日程もこっちの日程も空いてるよっていう方はですね、通学で1回ガーッと問題を解いて、で、まあ約1週間後ぐらいですね。 はい同じ問題をもう一度解いて復習ができるというですねそういうメリットもあるそんな講座になっておりますなかなか一人でやろうとするとね、ええ、もう途中であもういいやもうこれも いいやほっとけみたいな感じでもやっぱりね周りに頑張ってる仲間がいるとねまあ生講義だったらもうね、えー、周りの席に座ってる仲間がいっぱいいるわけですよ。で Zoom だってね同じ、えー、配信のところで頑張ってる人がいるわけですよ。でそうするとやっぱり周りにね頑張ってる人がいるとあ自分も頑張んなきゃなみたいな感じになるのでそれで、ね、1日かけて達成させていきましょうという、まあ、そういう講座になっております。 はい、ですのでね、まあ、お盆休みね一人勉強サボってしまいそうって方でそれから模試の前に前杯の基礎確認ねやっておきたいという方、まあ、もちろん健康診断的な意味も込められてますけども苦手分野を潰せばね弱点補強にもなりますので,であとは普段独学でやっていたんだけどちょっともう挫折気味なんだよなっていう方ね、えー、ちょっとねふ、えーまあ、普段独学なんだけどこのねお盆特訓来てみましたって方意外と結構多いです。えー、ですのでね、まあ、そんな感じで使っていただければなというふうに思います。 います。はいでですねこのお盆特訓なんですけれども実はこのお盆特訓ともう一つ私、えー、道場やっております講座を、えー、やっておりましてそれが何かというとですねオールインワンという講座がありますまあ、このオールインワンのね講座説明についてはまたね別の動画でお話をさせていただきたいと思いますが実はですねこちら え何かというとですね今年からダブル受講をですね、えー、まあパックでえまあ申し込めるようにしましたでこちら、えー、お盆特訓とオールインワンをセットで申し込むと まあ、受講料がお得だぞと、えー、いうこともありますのでぜひねあのセットで、えー、申し込んでいただけると、まあえー、通常の合計額3300円お得ということになりますので、まあ、ぜひね、えー、お盆特訓とオールインワンと合わせて、えー、受講していただけると嬉しいかなという感じでございます。あのオールインワンワのの方はは、まあ、これはあの ま何て言うんですかね、えー、基礎っていうよりかもそれからもう一歩踏み込んだ内容ということになっていますので、まあ、ちょうどお盆特訓が終わった後こっちに流れていくっていうのがちょうどいい感じでね、えー、流れ作れますので是非セットでご検討をお願いいたしますという感じでございました。はいということでですね、まあ、今回はですね、えー、こちらお盆特訓のはい ねまあ、宣伝といえば宣伝でございますけれど、まあ、本当にね、えー、この8月のこのお盆の時期に全範囲をままずはちゃんと終わらせてておくっていうのが本当にに重要になり何で,でかっていうとこれ終わらせておかないと例えば未就分野が9月10月になって出てくるとあのやってないところがあるとそこばっかり気になっちゃうんですよね人間って。 でまあそれがねよく出てくる分野ならまだしも、ね、大体最後に回すのって税価格とかなんですよね。で国税がまだ終わってませんみたいな感じになって直前期に国税がーっとやってるいやいやいや国税ってね所得税と印酒税と登録免許税と贈与税で4つ勉強してそのうちの1個しか出ないぞっていう話になってくるので費用対効果の悪い部分にに直前期使っっっちちゃゃううてことになっちゃうんですよでいやそれよりも業法と制限ちゃんと固めた方がって言ったら「いやだってまだ前半終わってないんですもんこれが不安ですから」って。 やっっぱりなっちゃうんですよね、えー、ですのであの一応全範囲を終わらせておくっていうのって本当に大事になります。でこれねお盆特訓、ねえー、もう一つメリットがありましてですねこれ何かというと早めに申し込むとですねそうペーーースメーカーに使えるんです何かって言ったらば、まあ、いわゆるその免除科目以外は全範囲の問題を解きますよね。ということは逆に言えば この日までに全範囲終わらせておかないと、そうねやってないからできないもんっていう言い訳ができてしまうことになるわけですよ。なので、そう早めに申し込むとよしこの日までに全範囲終わらせるぞっていう勉強のペースメーカーにも使えるので、ぜひそういう面でもおすすめでございますんでね。はい、えー、こちらお盆特訓一日一緒に頑張ってやっていきましょうということで、それではですね、えー、以上で今回は、えー、お話を終了させていただきたいと思います。最後までご視聴 いただきましてありがとうございましたそれではですねまた8月の14日もしくは8月の20日ですねはい、えー、新宿エルタワー本校もしくは、えー、ズーム上でお会いするのを楽しみにしております皆さんどうもありがとうございました